はい、素直に嬉しいですし、僕があんまり乗り切れない場面で先輩が助けてくれました。ちょっと自分のサービス周りがちょっと悪かったんですけど、ゆうたくんにそこをカバーしてもらって、ラリーになったら結構優位の場面が多かったので、そこまで持っていけるように2人でついていこうっていう話をしてきたので、勝ててほっとしてます。はい、大会自体も格式の高い大会ですので、最高峰のレベルの高い試合だったと思ってます。本当に応援の方々サポートがすごくて、中国の方の応援もすごかったんですけど、それも自分たちの力に変えてプレーできることができたので良かったです。